プリンスオブウェールズ島、アラスカ州。プリンスオブウェールズ島は、アメリカ合衆国アラスカ州のアラスカパンハンドル、太平洋沿岸を南東へ、取っ手のように領土が伸びている地域にある、アレキサンダー諸島の島の一つ。俗領を含むアメリカ合衆国領の島の中で4番目に大きな島である。島は、長さ、幅、面積で、アメリカ合衆国のデラウェア州より少し大きい。 その島におよそ4000人の人が住んでいる。最大の町は20世紀初頭に、魚の塩漬け化工業の関係者によって開かれたで、人口およそ1000人。他に、漁業で栄えた歴史ある町の人口約750人や、1900年からおよそ1915年にかけて、鉱山のブームにより作られたものの放棄された町を1950年代に、 マルタコや集落として再建した町である、人口約零零人がある。山脈の山々の標高は、更新予表が作用の影響を受けつつも、超えているものがある。フィヨルド、急斜面の山、深い森がこの島を特徴づけている。広大な石灰岩の洞窟があり、エルキャピタンピットと呼ばれているドリーネは深さで、アメリカ合衆国で一番カイドリーネの可能性が、 気候は、海峡により発生する霧がこの島に大きな影響を与えている。島のほとんどがに指定されている。島庭により指定されているとの二つの原生地域がある。この島はに属している。島の先住民は伝統的にトリンギットの領域で、ハイダ族が流入してきたのは18世紀末のことである。トリンギット語における島の名前、ターンは、シーライオン。 アシカの意味である。1741年、ビトゥスベーリングが行った二度目の探検に随行したが、プリンス・オブ・ウェールズ島のすぐ西にあるに到達した。この探検の詳細は、ビトゥスベーリングの記述を参照のこと。この体験が、ヨーロッパ人がこの地域に最初に足を踏み入れた記録となっている。1774年スペインの探検家がこの海域に到達した。 1779年には、イギリスのジェームズ・クックがこの周辺を探検した、この探検の詳細は、ジェームズ・クックの記述を参照のこと。1786年に、フランスのラペルーズハクがアラスカを探検した際、島周辺を探検した、この探検の詳細は、ラペルーズハクの記述を参照のこと。コルダー湾には、アラスカで最初の鮭の塩漬け加工場の跡がある。 19世紀終わりには、銅や金などの金属工業が起こり、1950から1970年代にかけてはで、ウランが採掘された。歴史的に林業は、島の主力産業であったが、現在では小規模な製材業程度となっている。1975年には、ポイントベーカーアソシエーションなどが西島北部のの土地の森林伐採の差し止めを訴えた。 1975年12月、レッド湾の西側から、コルダー湾の最東端にわたる、島北部の土地に対する海抜禁止命令の判決が出た。それに対して1976年3月、アメリカ連邦議会はを制定し、判決を無効にした。それにより海抜禁止命令は無効にされたが、島北端の市場価値ある。 森林資源のうち半分ほどしか伐採されなかった。スポーツフィッシング、遊魚などの観光事業はこの島の経済の一部を支える重要な事業である。フェリー会社による島へのアクセスルートの整備と以前に開かれた林業事業者による林道整備による島内の移動手段の整備が観光客の増大につながった。漁業は島各地の経済の基盤である。夏の間は トロール漁や地引き網漁で鮭を捕獲し、ハエ川漁では、おひょうや、油坊主の捕獲。アメリカイチョウガニや、小エビ、シュリンプの漁は一年中行われている。冬には、アメリカナミガイや、ナマコ、ウニの潜水漁が行われている。この島のほとんどの地域は、連邦政府の所有地であり、特に、クレーグとトーンベイの二つの森林管理地域は、住民に、 多くの雇用を提供している。鉱物資源の探査活動は島の各地で継続している。アラスカ州における唯一のウラン鉱山がこの島南部のケンドリック湾にあったボカンマウンテン航空、ロスアダムス鉱山であった。現在は鉱山の修復計画が続いていることが地元メディアによって報じられている。と同時にレアアースメタルの探査活動が引き続き行われている。 ボカンマウンテンコークには、アメリカ合衆国では、最大のジスプロシウムをはじめとする、レアアースメタルの相当量の埋蔵が推定され、採掘が予定されている。以前は、納税者の融資を原資として、林業業者によって開かれたおよその道路があったが、伐採の終了とともにそのほとんどは役目を終え、打ち捨てられた。現在でも、道路のうち、ほんの一部しか舗装されていない。 補装や維持には多額の費用を要し、1974年には、島北部のポイントベーカーやポートプロテクション地区は、地区の道路を島全体の道路、シテムに接続することを断念していた。現在では州によって新しく計画された 500km に及ぶ道路が島のほとんどの集落を結んでいる。いくつかの企業が、 太平洋湾岸の港からこの島を含む南東のアラスカ各地の港に対する橋家による定期的な物流サービスを行っている。プリンス・オブ・ウェールズ島における主要港はクレーグである。インパーアイランドフェディーオーソリティ FIA がアラスカ本土ケチカンと島を毎日3時間36マイルで結んでいる。年間5万人以上の人と1万2000台の乗り物が運ばれている。 ガッシマ唯一の飛行場である。他に水上飛行機の基地が数箇所ある。ケチカンの商用航空会社4社が島との間に定期便を就航させている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。